どうも皆さんこんにちは、ケッツン中継でございます。ということで今回はまあ再びボット戦に舞い戻ってきたんですけど、まあ私ねボット戦2回ぐらい実況してると思うんですけど、シャベルやめませんかと散々言いましたよね。味方にねシャベル使いがねいるんですよ、公平みたいなやつがね。私が確認しているだけでも最低2人はいるんだ毎試合。それによって私たちはいつも常に負けにさらされている。ふざけるなと。そこまでスコップを使いたいのであれば決めようじゃないか、誰が真のスコップ使いかを。だがしかし今回のボット戦はボットに持たせる武器を縛ることができなかった。だから私はここで強く問いかけたい。ボット信じてる。今回はしゃべる縛りだからな。ボット信じてるよ。しゃべる使えよ。俺はしゃべる使うからずっと。シャベル突っ込む俺相手にドンパチ打つなよ。お前を信じてベテランでやるからな。信じてるぞボット。聞こえてるかボット。己の胸に問え。自らの良心に恥を乗るなよ。ということでね、シャベルを使っていこうと思うんですよ。まあショベルっていうの、まあ、分からんけど、まあ、ショベルスコップみたいなのあるじゃないですか。あれはねあんまりね違いないんですよ。英語の発音から来てるか、あオランダ語やったかなかなんかが来てるかであんまり違いないんですけど、このねシャベルっていうのはですねめっちゃ強い。実は結構戦争でも、よく使われていて、近接武器最強と言われております。あ今は分からんけど、でも今でも強いんじゃないか。近接武器でね最強です。まずなんかねリーチがでかいのと、あとやっぱり重たいからほんと振るだけでダメージ与えられるのと、あとはまあシャベルっていうとこんな感じでなってると思いますけど、戦闘用で使う際には結構ね削って尖らせてるんですよ、刺さるように。だから刺すこともできてしまう。で元々がシャベルなもんやから、まあ、塹壕を掘ったりね掘ることもできる。だから工兵として普通に作業もできるし、いざとなれば近接攻撃としても使える。本当にね汎用性の高い、近接武器と言われております。まあ今の時代塹壕戦するかは知らんけど、特にね、二次戦のロシアでは、このねシャベルがね猛威を振るっておりますすごいでしょ。まあ当時の、技術の低さと、ロシアの極寒っていうのがもう本当極まって、まあ燃料が凍ったのかは分からんけど、まあ燃料が凍ったりあまりにも極寒でその銃自体が動作不良を起こしたりして、シャベルが最強だったみたいなね言われたりもしていたので、いや強いですね。まあさすがにね燃料が凍るっていうことはなかったと思うんですけど、でも、まあ燃料が、温度が低ければ低いほどエンジンが温まって戦車が発進するまでの時間が初速がすごい遅いですから、まあ、そういうわけで極寒っていう環境と当時の技術力の低さがこう相乗効果でシャベルがバリバリ強かったっていう、本当に稀に見る、戦場ですね。ロシアでの二次戦はモスクワの攻防戦とかやったかな、本当あれ自国やと思うんですけど、シャベルが脅威やったんですよ。っていうことでね意外とねバカにできないんですよシャベルっていうのは。まあもちろんCOD だったら寝たわけだと思うんですけどいやさすがにシャベル抱えてマルチプレイはちょっとあれやん、味方に迷惑やん。だって俺銃担いでいってもシャベルみたいなもんやし、まあ、フリフォは面白くないし、いやちゃんとほらお前ら時代背景も考慮しろよ。雪マップねえ、手かじかむよ。ちょっと銃撃つの辛いんちゃうかな。もしかしたら銃も凍ってるかもわからんね。マガジンが凍ってしまったらこれ入らへんし。いやシャベル使わなあかんのちゃうの。信じてるよお前ら、シャベル使うって。チームデスマッチ、お前の力を見せてよ。こういう時にシャベルを使わないんだろどうせ。分かってる。シャベル誰も担いでないやんか、サブにも。味方は別にいいんだよね、敵が被ってれば。いやいやおいや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 いいね、殺す気があるじゃないですか。でもね甘いわ、そんな気合いじゃねえ。敵を一人も殺めることはできないよ。こちらにある。いや違う、いやじゃない、セイヤーです。いくよああせよー。これ
やべ、喉が死んだかもしれない。たった一発で喉が死んだかもしれない。たった一振り、たった一振りの叫び声で私の喉が死んだかもしれない。ものすごく痛い今。それほどに込めなければシャベルを使いこなすことはできない。シャベル使いを名乗るな。ダメ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 、明日のことを考えた喉の使い方をしている、そういうやつは大嫌いだ。さあ来い、どこだ敵は。おっとおっと、危ねえ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 、いつの間にか、くそ、私が LMG を担いでしまった。目の前に敵がいたんじゃないか。ナイス、グレネードとともに前線、くそ、その前にセット、くそ、なんてことだ、シャベル使いはいないのか。蝶のように舞い、蜂のように刺す、これが私にできることさ。ステップアイステップアイ、くそ、なんだあいつ、問答無用かよ。私は民間人だぞ、ただシャベルを持った民兵さ、民兵ではない。はいはい、残念でした。うらクソが、クソが、いた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 、くる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 、スタンバイ、ゴー、イエスイエス、どうだどうだ、これよこれこれ、これがシャベル使いさ。なんでこういう時に限って一っ子一人シャベルを使っていないんだい。シャベルを使え、おら、シャベル、お前左にシャベル持ってるだろ、それを使うんだ、共に行こう。シャベル縛りがしたい、シャベル縛りが、みんなで楽しくワイワイとシャベル縛りがしたいんだ私は。せいよ、ふぬけが、シャベルごときにやられやがって。貴様は銃を持っているではないのかい。銃ごときにやられるなど、ロシアの地の利がある。俺たちにはソビエトの御加護がありますように。こちら決闘中継、こちら決闘中継、くそ、私にも武器をよこしてくれ、支給してくれ、なぜ私だけ、くそ、塹壕を掘っていたさなかだというのに自分は大社に置いてきた。このままではいかん、私は命を、なぶね、味方と気をつけろ、スタンバイ、ガッ、やったー血まみれだぞ、見たか、私が研ぎに取った、研ぎに研いだこのスコップに切られよった。行って後ろか、ざまあないね。どうだ私の切れ味は。すでに和刀術と飛天蜜る切る、そして牧神一刀流を携えたこの私に免許改伝だぞ。勝てるわけながろう。反撃に備えろ。なんてことだ。俺じゃねえの？俺じゃねえの？俺じゃねえの？ラスキルはルイス使ってやがる、こいつマジで。なんなん？しかもなんか迷彩つけてるやん。俺ですらアンロックしていないやつ。おいボット。何してんのお前。ゴキリ中です。あーなるほどね。まあでも実質ゼロですよね、これは。実質ゼロですだわ、うん、え、てか何、え、ちょ待って、敵にさ1キル15ですなんかいるよ、がいるのに俺ら負けたの、恥を知れ。いや俺が言うのもあれやけど、恥を知れよマジで。いや語れへんな、ボット戦マジで。え、なんか雪降ってない？え、イルミネーションなってない？え、あ、そういえばマジ、おい、ウィーウィッシュメリークリスマスすんのけ、ふざけんな、俺日本人だぞ。おい浮かれるわけねえだろ、イルミネーションなんかに。雪が降ってイルミネーション、あ、綺麗ですねってバカ野郎、俺日本人だよ、そんなもん。なるわけねえじゃん、なるわけねえし、はクリスマスとか、はなんなマジで、めっちゃ綺麗やん、はあ。おい、これウィーウィッシュメリークリスマスやんけこれ。え、てよか待って、これ一般人いるよ、俺オンラインプレイヤーちゃん。え、そんなんなったマジ。いや待って、みんなレベル50とかめっちゃ強いやん。初心者集合、はーい。ちょっと誰かケッツンのこと知らんかな。いやークリスマスツリーやん、いいね。これコップでやってんちゃん、コップで飾り付け、それとも缶、缶缶か、缶缶か、うわー、なんか船長っぽいやんか。クリスマス休戦しようやな、クリスマス休戦しよう。いや、イルミネーション綺麗やな、イルミネーション。なあ、なあて、見てくれよ、ゲームの中のただの一キャラクターでさえ、イルミを前に男女で二人、談笑してやがんぜ。それに比べて、君たちはどうだ？くそ、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 バーカ、バーカ、バーカ、なんだお前は。イチャイチャしやがって、働け、バーカ。早く戦場行け。
何してんねん。イチャイチャする場所ちゃうぞ。戦場に女なんか連れてきやがって。なんだあいつは。あれ。あれれ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 。あれれれれ。自分たちは話さないのかな。口下手かな。話すの下手くそなのかな。女の子狙ってるにもかかわらず、女の子と喋り慣れてないがゆえに気まずい空間を提供してあげてるのかな。あれれれれれれ。僕チーム頑張ってね。僕チームね、いい大人なのにまだそんなレベルにいるわけ。僕チーム頑張ってね。あーマジザマーだわ本当。あ、いい女いるじゃん。いいケツしてんねおい。はい、ほら感じるか、感じるか、俺のレミントン感じるかな。 あこれ感じてるわ、これ感じてる。うん、お尻は正直やね。いやてか結構広いんやな。何ここ。いやサバゲーのフィールドやん。なんかスコア競いみたいなできるんじゃんここ。やらんけど。戦艦ある、かっけー。サイパン島みたいやねこれね。かっけー、すっげー。てかいつまで撮影すんの。はい、ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。